ノースランカシャー州ファーネスアビー近くのパークハウス、ミネラル鉄道。期間8インチ、延長1マイル。パークハウスミネラル鉄道の貨車。パークハウスミネラル鉄道のトレッスル橋。ヤールサイド鉄鉱山のトラムウェイ、またはパークハウスミネラル鉄道は、かつてイングランドのノースランカシャー州に付設されていたパークハウス、ヘマタイトーマインズから、 ファーネス鉄道のルース駅までの延長1マイルの革新的な鉄道である。モノレールと同様に、東鉄道には、ジョン・バラ・クロー・フェルが公安し特許取得した安定化のための側面の車輪を有していた。東鉄道が運行されていた、バローイコールインイコールファーネス近くのヤールサイド、領域は33マイル東にある、ヤールサイド・フェルとは無関係である。 ファーネス鉄道の脇の交換所から、ヤールサイド鉄鉱山までの馬に引かれたモノレールとして、ジョン・バラクローフェルが1868年に、最初のヤールサイド鉄鉱山のトラムウェイを設計し付設した。2年後の1870年に、ジョン・バラクローフェルは、トラムウェイを、鉱山の西にある、パークハウス農場にちなんで命名された、パークハウストラムウェイと呼ばれる。 別の実験的な狂気鉄道路線に置き換えた。道路線は基幹8インチであり、また2つのトラスで構成される中央の梁に非常に低い重心と側面の車輪で安定化させていた。道鉄道は固定エンジンと無限のワイヤーロープによって駆動されていた。道鉄道では年間で最高10万トンを輸送可能であった。 貨車には1トンの鉄鉱石がそれぞれ積み込まれ、乗客8人が乗った小型の客車は、毎時15から20マイルの速度で完璧な安定性と安全性で走行していた。彼が特許取得したシステムの重要な革新の一つは、起伏の多い土地の沈み込みに対して、森土と切り崩しの利用ではなく木製の課題を使用することであった。 1873年に東路線は標準期鉄道となった。ありがとうございます。